まあ殺されなかったらね、殺されなかったら殺されてたからね、難しいところでね、やっぱり判断が。なんであいつは優しくされたんですか？あんたは中身があんなことされておいたか？どうだったの？片付けてるよ、おふくろ。こんなことテリーは望んでいなかったでしょう、ね、テリーとは私の手を彼のことを思わない日はないわ。みんなのためだというのをやめなさい。分かったよね。おっと落ち着けよ、姫様、自分でやるかよ。どうなんだろうね、分かんない。見やすすぎたね。あんたスピーディーしてるようだけど。ああそうだ、気にしない。いつもはなんだ、それぞれやり方に賛成できないんだ。俺たちのグループにどう言ってるか考えることなんていない。全く意見が違うことなんだ。俺たちバラバラになるだろうな。そんなことは、今は大変な時だけど、みんなお腹が空いてるだけでしょ。お腹が空いてるからイライラしてしまうのもないの。それとリー、盗賊のことばかり気にしないで、あなたはこの短い間で私が想像する以上に多くの暴力を見てきたでしょう。けど、ここは安全よ。心配しないで。ちょっと様子を見てくるよ。あまり遠く行かないでね。すぐに夕食準備ができているわ。あなたはお友達の母ちゃんに私が彼女にお礼を言ったと伝えて、彼女の子供たちが小屋で愚痴を見ているから。全部早すぎて読めないんだよね。アメコミみたいだね。まあそういう風に作ってるからね。アメコミっていうか、ちょっとあの黒を多めにしてるというか、あえてね、黒色をちょっと多めにしてるから、線を太くしたりとかしてるからね。ラリーのおっちゃん、ラリーのおっちゃん、話させてくれない。ねえ、キャンプはどんな様子だったの？マークを傷つけたやつは見つかったの？何か見知らぬ人のテントを見つけた。何か見知らぬ人を撃った。僕を気をつけた様子でわめき散らしていた。それで何か彼女を殺してしまったの？なんてこと、その女は突然地面になったの？わからない。彼女は俺に何かを通じて、何か殺してしまったの？ここは気に入らないわ。リー、モーテルを救うと私はよく知っている場所よ。あそこにいる。ケニーと何を求めていた？俺がキャンプから戻ってきた時だ。彼は平然を失っているのに、私はそこに来たと思っていた。小屋を探ってみようと。だがお前があいつのあいつで自分のことだけを考えようと言ったら、わしらは客だぞ、歓迎されるのはいいほどだが長いな、そうなぞ。私は夕食を遠慮して食料だけもらって出ていくべきよ。だけど向こうにいる女の人の子供がいたって話、そこら辺もあるからね。モーテルを離れることについてと思う。揺るぐき状況の変化だ。どうかしら、私たちはどこか出さえしなければマークの肩に矢をつけることもなかった。君の父親のことだが、なあ少し太いで外せるか。いいわよ。もう3ヶ月になるが、君の父親は相変わらず俺を人手なし扱いだ。そうね、態度が変わることは期待しだよ。父さんはああいう人だから。ひどい男が君に対してもあるのか、彼のこと君に対してもあるのか。Look, my dad can be an ass sometimes. I know that, but he's not a bad guy. He's got a lot of pain. He's been through so much. 父さんはさまざまなことを繰り返し、そして失ったのとてもたくさんあるもの。それが父さんを意固地にさせてしまった。確かに父さんは言葉がきついし、憎まれ口を立てたけど、それはただ自分自身をと私を守るために、この世界でも父さんを残されてもこの私だけの、私とってもそう。だから父さんは、あなたはひどいことです。それはただ父さんが自分に残されて唯一のものである私を心配しているだけだ。そういうことは父さんを批判しないで、あと、私が父さんに従うだけだ。あの人は私の父さんで、私は父さんの娘って感じかな。ここにいることに何か不安を感じるか。どうしてそんな言い方を。キャンプで何かあったのよ。いや、何でも何や気にしなくていい。だからちょっとした不安があるだけだ。
あなたの言いたいことは分かるわ。私、田舎の人間ってどうしてもダメなのよね。私ならそうね。夕食の時はこすぐここから出ていくわ。兄は言っておる、その姿勢のことができるか。様子を見てくるよ。あまり首を突っ込むんじゃないわよ。ああいう人に乗ったんじゃないわよ。プライベートを知るのに、そうだ、彼らを言います。場所をずけずけ入っていく必要はない。そんなことすれば、わしらは追い出されてしまうぞ。こういうとなんかあれだよね、なんか結構このおっさん、あの常識は知ってるよね。なんか常識は知ってるよね。全部日本語化できてない感じだね。うまいこと。ここは、いやだって早いんだよな。英語より日本語の方があれだもん。なんか文字量多いからね。It's okay, Clementine. いいのよ、クレメンタイン。触ってごらんなさい。It's okay. Go ahead. いいんだぞ、触ってみろ。夕食食べたら出ていくってよ、うん、夜に戻って自分たちのところにね戻りたいとか。あそこじゃ今日の夜にメイベルが赤ちゃんを産むんだって。楽しみね、プレネタイ。これは何なんだ。お父さんがそれを宴会だって言ってた。でもそう、舐めちゃダメだ。舐めたのか。知らない。ダーク、何かかったことあったか。No, 全然、really. なんか変な匂いがする、like、duty. うんちみたい。二人とも、hey、there, キャンディ、yep. どうした。牛のグレーブどうだ。well, ああ、先生の声が良くなってるぜ。いつになったら食事ができる。腹が減ってるんだよ。心配するのはお風呂でもいも作ってくれるところだ。ダニと俺はまた落ち着いてぞ。ダニと俺は森で女性に会ったんだ。彼女は君の弟のこと知ってるようだから。そうか、あいつは女のことはあんまり話すやつじゃないかな。邪魔したな。クレメンタイ、どうしてこの牛が気になったくんだ。かわいいから帽子を返したい。ほらクレメンタイ、私の帽子を見つけてくれてありがとう。見つけてくれると思った。約束してくもんね。なあ、君は無駄かに帽子を渡したりしたか。うん、ホテルの近くで知らない人が君の帽子を持っていくのを見たりしてるの。うん、どうして。何でもない、知らない人が見たらすぐに追いにいるんだぞ。うん、そうする。ねえリー、リーは子供が欲しいと思う。いつかはな、そう思えない考えだ。いつかはな。できれば女の子がいいな、君みたいな子は。そうなんだ、きっといいパパになれるよ。帽子を見つけてくれてありがとう。どういたしまして。これ私一緒に牛さんを触る。いや、君が触ってやってくれ。やで、牛された人のとこに行った。まだどこにいるかわかんないんだよね。仕切り戸を開く。開いても何もないよな。なんで開くとかあるんだろう。他に牛さんがいるの。何もないよね。戻るか。よいしょ。部屋から出て、ん？仲良くなってる。それどうやって君のような女性一人この広い土地を切り盛りできた。なんとかなるのよ。私には手伝ってくれる息子たちがいるもん。あの子たちが寝方は無理だったでしょうね。仲良くなってるし。あのおっさん仲良くなってるし。
あの親父、いつの間に。あの屋根に撃たれた人どこいるんだろう。ダニー。Hello。よ。あのナンパかな。こいつは俺の女。本当にその仕事です。ここにたった一人の仕事。本当にその仕事ですよ。あなたは好きじゃないのか。あまりね、ただの女のゾッとするね。ただそれだけだ。こんなご時世ではどんな女というこの243ウィッチャージュという方が熱いよ。ここは田舎だな。そうそう、あるもんじゃないぜ。観光客たくさん来るのはそうこもう来ないが、盗賊ともな来るけど、死にがうろつくように生まれ、小学校のチビなどが来ていたもんだ。たった一頭の牛でここを経営していたのか。以前は持っといたって、牛だって腹が減るし、病気にもなるかな。まあ今はあんたのところの医者がいるか。あのジェネザーを動かし続けるためには、もっと多くの燃料を動かしていく。みんなが腹減っているから、少しのパンは貴重だよ。あんたたちは取引してくれ。俺たちの顔に入れたいのか、ラッキーなもんだぜ。それじゃあ夕食待ってるよ。楽しみにしてな。まあパン貴重だもんね。牛乳とか牛がいないからね、パンすごい貴重だから、その分価値も相対的に上がっていくよね。それじゃあそのまた後で話そう。ラリーと仲良くなったのか。彼は可愛い人よ、そう思わない？どうかな。そんな言葉で彼を表現しようと思ったことはないかな。決めつけられたダメよ。今のこの世界は人にとって最悪の世界だけど、しっかりと目を開いて、いつでもその人の本当の姿を見ることができるはずよ。マークはどうしている？私を見てくるのは一番の患者ね。息子たちはたくさん傷を作ってもらう。あの子たちはタフな男にしてもらう。彼一つや二つ教えてもらいたいものね。彼の様子を見ていたいんだが、彼のことは私も少しくらいでいい。私はたくさんの傷を縫う時とはよく知っているから大丈夫。なぜ料理をせずにここにいるんだ。歩くものが欲しいんだが、どうしてここに。そのあら、どうして私がキッチンで料理してる理由を聞いて、そういうことをした？いやいや、そういうつもり言ってんじゃないんだな。別にいいのよ。今、オーブンでゆっくり焼き上げているところなの。それで長くはかからないから。偵察中に真ん中に巻き込まれたんだ。二人とも怪我をしなくてよかったわ。あの盗賊たちはいつになったらやめてくれるのかしらね。まあ、私の息子たちは頑張れる子供たち。息子たちはどうかして、なぜ相続取引でキャンプと女性と会ったんだか。彼女は話した。彼女は盗賊に罪なかったんだ。盗賊たちは彼女に何かひどいことをしたらしい。盗賊ともまだ外にいるぞ。俺の人たちはみんながドラッグをやってるようなのよ。それは俺の問題、俺の話と何か。俺信じられないと言ってるのよ。誰しもし、ちょっと様子を見てくるよ。ここは平和でしょ。あなたたちも楽にしているといいわ。近いうちあの化け物がフェンスで焼かれる音を聞けるでしょうね。よいしょ。生まれるのかな。あ、夜になった。違うな。牛痩せかけているな。ジュリーさん話せないんだよね。How do you like that cow, Clint? She's pretty. Hey there, Andy. Hi, Andy. Yeah. Thanks. 邪魔したな。あ。You guys having fun? 楽しんでるか。もちろん。あは？なんか他のチェックマーク出てこないよな、多分。星を見るってだけだよな。仕切り戸があるだけだよな。なんもないよね。あ、こっちか？こっちの扉か？もしかしてワンちゃん。お前も気づいたようだな。リー、あいつは何かを隠してる。この扉の向こうには。ちらっとだけ見て。なんか道具が積み込まれていて、金属製の鋭いものかな。変な想像はやめてけ。想像しておくのが俺の仕事なんだよ、リー。この薬剤上、俺の家族を連れてきてもらう。お前がどうなんだって、クリームがいるだろ。あの子は俺がもう何かあってもな。お前がそういうやつだな。なあ、母ちゃんと一緒にいる男、なんつったのかな。俺たちがここに来た瞬間、あいつがガッチリ鍵をしてる。この向こうから何か変な音がするな。確かに聞いてみる。
それつまりはしっかり確認したいってことだよ。ハンマーを探してくれ。そしたら俺が一発ぶち破ってやる。お前はあいつが来た時の人を魅惑してくれ。ちょっと待って、よく考えるんだ。君が吐き壊して次はどうなると思ってるんだ。君がもう一度あのことをして夕食を食べる機会を潰すことになるんだ。頭使ってくれ、ケンジ。分かってるよ、教授。まずはどうすべきかを見てからだ。なあリー、お前なピックの方法を知ってるんじゃないか。まさか、なぜそんなことを聞くんだ。そのお前はなんていうか都会子だろ。ああ、俺が持っていることを言ったりしないよな。悪かった、俺はフライ出身でよかったけど、ここの口がつまらないことを言っちまうんだ。すまん。なんだ、このネジを見てみよう。鍵をパタッとこの部分を外すことさえできれば、中を覗けるぞ。その後、蓋を戻せば何事なかったようには。分かった、その逆的には俺はここでブレブレしながら、あの人と一緒にいるから、男から見えたんですよ。そうか、てっきり大事だと思ってどうでもいい。探し物だって言ったぜ。ケニーが物事を聞いてほしい。小屋を見守っているだけ、この扉の子。小屋を見守っているだけだ。酪農場なんて来たことはないもんだね。そうか、うろつくのは俺かダニーと一緒にいたので、この酪農場にいたって危険なことはあるんだか。盗賊とかいろいろな中身を悪くことし。なあ、そう、たぶんその後に、その扉のあたりごそごそするのやめてくれ。間、おふくろが気にするからよ。アンドリーをまだ手伝ってほしいこと。任せてくれ、すぐに行くぜ、先生。道具箱だね。道具箱と行こう。アーニーを競争して小屋から追い出せ。了解。どうやって追い出すんだろう。Hey there, Andy. アンディ、どうした？ドライバー持ってるよ。ダニーが必要なもの。ダニーが持ってる。そう。ダニーがいるって？しまった。なんだって話すまない。Sorry. わかった、わかった。すぐ戻るぜ、先生。Be right back, Doc.多分道具箱から、ん？どうした？何でもなかったら全部戻ったぞ。あ、やらかした。やらかしたか？もしかして。道具箱でドライバー持ってきてからじゃダメだったか？ワンちゃん。どうなんだろう。道具箱。よいしょ。とりあえずマルチツールだな。これは役に立つぞ。これ通るでしょ。ちょっと下流だけだからな。ちょっと下流だけだから、ちょっとだけだから、もう一回いじる。やってみるか。どっか触れるとこあるのかな。電源切ってから触れるとこ出てくるのかな。電源切った。あ、なんかあったあった。これだ、もしかしたらこっちだ。あったあった。おお、さてと、これをいじってやると。さてと、これでよしと。よし。どこでこんなボコ作ったの？ベルトはどこに行っちまった？くそ、こんな畜生で。これはいつまでかかるやろ。ベルトなくなることだなんて絶対ないだろう。ありえんよな。ベルトが切れちゃったとかな、まだわかるけど、ベルトがなくなるってどんなことだよって思うわ。いや、絶対おかしいよ。おかしいって気づかないのかな。さあ、これで見れるぞ。奥の納屋が。奥の納屋が見れちゃいますよ。お母さん、お父さん、晩ご飯だよ、晩ご飯。はいはい、坊や、お父さんを呼んで。Dad! お父さん、お父さん、行くよ、ご飯だよ。ケニー、行きましょう。ケニー、早く子供たちを任せないで。お前に任せたぜ。開けるんだぞ。怪しまれないのが不思議。ね、不思議。
さあピッキング、よしよし、いいぞいいぞ、いいぞ、あと あともう一つで外れたぞ。さあ何がいるんだい、何がいるんだい。おい、金の音聞こえなかったのか。晩飯の時間だぜ。これは一体なぜこんな時間、こんな雰囲気、これは一体なんだ。何この奥の部屋は一体なんだ。だ俺たちには食料がある。これはみんなで食わせたのに、ダニーと俺とずっと狩りをする。俺に何かが取れりゃそこに皮を剥いで血を脱いだりしてるってわけだ。お風呂いよいよ入る気合いなんだよ。分かったか。別に心配するようなことじゃねえよ。